水酸化カルシウムを主成分とする建築材料。住宅様式や気候風土などに合わせて、世界各地で組成が異なっており、独自の発展が見られる建築材料である。漆喰は水酸化カルシウム、炭酸カルシウムを主成分としており、元は石灰と表記されていたものであり、漆喰の字は当て字が定着したものである。西洋では、 漆喰は小石灰と砂を水を加えながら混ぜて練り上げたものである。建築材料としては神話の時代から接着剤として知られており、バベルの塔に関する記述に漆喰の代わりにアスファルトを得たという記述が残っている。小石灰を主成分とする建築材料は古代メソポタミア、古代ギリシャ、古代ローマのいずれの遺跡にも見られ紀元前から用いられていた。 古代ローマ時代から現代まで使われているマルモリーノと呼ばれる漆喰は砕いた大理石と石灰から作られている。日本の漆喰は小石灰を主成分に骨材、さ、海藻のりなどの有機物を混ぜて練り上げたものである。英語では日本の漆喰は漆喰として知られている。風雨に弱い土壁そのままに比べて防水性を与えることができるほか、 不燃素材であるため外部保護材料として、古くから城郭や自社、商家、民家、土蔵など、木や土で作られた内外壁の上塗り材としても用いられてきた建築素材である。綿土や鬼小戸などの瓦止めの機能のほか、壁に使用される場合には、通常で3から5ミリ程度、モルタルなどへの施工の場合は十数ミリ程度の厚さが要求されている。 塗料やモルタルなどに比べ乾燥時の収縮は少ないものの柱などとの取り合い部に隙間が生じやすいため試行の際には留意が必要である主成分の水酸化カルシウムが二酸化炭素を吸収しながら硬化するいわゆる気候性の素材であるため試行後の水分乾燥以降において長い年月をかけて硬化していく素材でもある 炭酸カルシウムは水に不要であるため、漆喰の保存性は高い。水酸化カルシウムは硬化後、炭酸カルシウムとなるため、当初から炭酸カルシウムを骨材として含有するものが、漆喰とされる場合もあるが、一般には、水酸化カルシウムが主たる、固化材として機能するものに限定されている。顔料を混ぜない白い漆喰のことを、白漆喰という。 高松塚古墳壁画製壁女子群像生子壁と固定原始的な漆喰は日本では部分的だが縄文時代後期約4000年前の遺跡から発見されたものが2012年時点では国内最古とされる。ロアナ内部や周辺の床に厚さ1センチほどに塗り固められた状態で出土しており玉川文化財研究所所長は 呂を封じるイコール住居を放棄する儀式に用いられたのではとの考えを示し、この地の縄文人が独自に開発するも、広まらなかったのだろうと推測している。建築材料として漆喰が日本に渡来するのは、アスカ時代と言われており、神社仏閣建築に使用された、古墳などにも使われている。また、多くの城郭の壁に使用されており、室町時代末に、 シギアマジロを訪れた、宣教師イスマン・ルイス・ダルメイダは、今日まで、キリスト教国において見たことがなき花肌白く光沢、ある壁を塗りたり。その清潔にして、白きこと、あたかも当日落成せし者のごとく、教国に入りたるの感あり。外よりこの城を見れば花肌心地よく、世界の大部分に核のごとく微礼なるものありと、思われずと、所感を述べている。 他にも、この時代、西洋圏から鉄砲が伝来したため、漆喰にも防弾性が求められた結果、足利家が築いた中尾城では、漆喰に粒手を混ぜ込んで塗るといった対策も取られており、漆喰の城壁にも防御性を高めるための工夫が取られた。近世紀、藩によっては、農民の家は白壁作りをしてはいけないというお触れが出された。太平洋戦争後、 在来広報建築とともに急速に衰退したが、近年、土蔵の生コ壁や古民家の固定などを通じて、文化的に再評価されつつある。また、漆喰の特性を生かしたタイルも開発されている。屋根の琉球瓦の目地に使われた、漆喰日本における漆喰は、現在、大きく五種に分けられる。蒸気五種以外に、本漆喰から派生した、 地域独特の漆喰が存在する。ありがとうございます。